日本中国地方広島県広島市西区草津。草津とは広島県広島市西区の地名である。町名は草津本町、草津東、草津南、草津梅ヶ台、草津港、草津新町、草津浜町である。西国街道が貫き、かつては宿場町であった。由緒ある寺院の存在が千年を超える歴史を感じさせてくれる。一方で、 草津新町及び草津港は商工センター周囲の埋め立て地であり、比較的新しい地区である。間に商工センターと扇があるため、草津港のみ飛び地となっている。当地域の人口は1万1875人、世帯数は5470世帯。広島市西区の一部。広島市の西部に位置し、国道2号線宮島街道と、 西広島バイパスが、海側と山側をほぼ並行して走り、その間を JR と広島電鉄の2鉄道が、やはり並行して走っている。筑生端の井口地区との境界に、JR 新井の口駅と広電商工センター入口駅があり、その北東に広電の草津南駅と草津駅がある。広島の新海地発展図、半世紀における、新海地の造成が示されている。 1945年米軍作成の広島市地図、埋め立て前の草津町が見える。古来、軍港であった時期には、軍津と呼ばれており、そのことから草津と呼ばれるようになった。広島市民から見て草津は、漁師町と考えられており、その港は古くは、白月の絵の戦いの時に使われたと言われている。また、水運、軍事的にも活用され、 毛利元成の五福島の戦いの前哨戦の舞台となった。その後、江戸時代になると軍港としての役割は終わったが、浜田藩の船屋敷が設置されるなど港町として繁栄を続け、西国街道の愛の宿としても栄えた。カキの養殖も盛んで、大阪にカキ船を出すなどしていた。また、三次藩が存在していた時期には、 草津は三十半量の飛び地であった、明治期以降は、新たに埋め立て造成された、隣接のカノエウマと共に、西帰軍草津町の一部であったが、1929年、近隣六町村と共に、広島市に編入され現在に至っている。古来日形と入江に飛んでいた、草津の海岸線は1971年以降の、西部開発事業の一環としての埋め立てにより、一変し、 漁港はかなり沖合に移転している。現在、草津は町並み保存地区に指定されている。なお、草津には浄土新州本願寺派の寺が3軒点在している。アルパーク、小泉本店 ABCDE 広島市。草津町歴史の散歩道。2014年4月9日閲覧。2014年2月末現在、住民基本台帳調査による。 広島市調べ、2014年4月9日閲覧。近世末から近代における、広島下記船営業の地域的展開 P62、片上博子2018年7月24日、閲覧。ありがとうございます。